福島県北高市農業振興課の小林と申します今日はよろしくお願いしますでは座ってですねご説明申し上げます次のページです、えー、まず北高市の概要でありますが、えー、北高市は、えー、先ほどもあ話ありましたけど福島県の北西部合図盆地のほ北部に位置し 人口は約万4万2千0 0人となっておりまして合併当時は平成18年合併してるんですけど5万6千七千7という人口だったんですけど今ではそういう人口になっております。で面積もですね約5万6千ヘクタールということで、まあ、東京23区とおおむね同等のですね地域を有している地域でございます。次のページお願いします、えー、ますすた気象,あ気象,気象ですけれども 日本海側の気候を有しているということでまだ盆地特有の南極性気候だということで昼と,夜の昼と夜の寒暖の差が大きいということと肥沃な土壌と清らかな水に恵まれているということもありましておいしい農産物ができる条件が揃った地域となっております。次をお願いいします、えー、本市のまますす本の食品産業農業業農農でありますけれども、えーま、ず農業については えー、福島県内で2番目に広い約7000ヘクタールの水田面積を有しておりまして約その水田のですね約8割に水棟が作付されている状況となっておりますまあ、そういったことから食味品質生産量とともに全国トップクラスの米どころであるということに加えまして近年は水棟との複合経営が進みまして東北有数の生産量を誇るアスパルガスのほか きゅうりミニトマトなどの園芸作物や県内一の生産量を誇るそばさらには良質な和牛の産地が形成されております、えー、またそれに関連しまして醸造業と観光ということで、えー、醸造業も盛んでございまして今ではです、ね、この小さい町ですけども蔵元が約11ございまして、えー、さらには まあ三、3大日本三大ラーメンの一つと答えられる北方ラーメンということで、まあ、これら観光資源を生かしてですね。コロナ,コロナ禍前では年間180万人、人現在では160万人の観光客が訪れている地域となっております。次のページをお願いします。えー、またまあ、国の方でもですね。令和2年に温室効果ガスの排出量実質ゼロを目指すということで。 宣言をいたしましたけれども、福島県においてもですね、令和三年に行い、さらにはですね、本市におきましても2050年までに二酸化炭二酸化排出量をゼロを目指すということで、官、え、房、ー、ニュートラル宣言を令和三年に行っておりまして、まあこのような地域となっております。次お願いいたします。えー、それではですね、本題の、えー、本市のですね、環境の優しい農業の現状でありますけれども。 環境保全型農業直接支配工期の実施状況については、今現在、令和5年度で35団体835ヘクタールということで、まあ、農家数といいますと213経営体というふうになっておりまして、まあ、県内ではです、ね、福島県内では最も大きい、約4割くらいです、ね、えー、その面積を占めている状況であります。 まあ、みご覧のとおりですね、推移としては年々増えているということではありますけれどもさ、近年はですね、やはり高齢化、さらには非主食用米の増加ということで、やってる方々がやはり担い手の方々が多いものですから、まあ、そのううような形でなかなか頭打ちになってきているというような状況でございます。えー、さらにに、ね、有機農業の実施状況につきましては 現在25人46ヘクタールということで、えー、こちらもですね福島県内ではまトップクラスの,あの面積ということにはなっておりますが、えー、そもそもですねいや東日本大震災前後におきましては、えー、約90ヘクタールくらいあったということですがやはり原子力災害の影響によりまして消費者の買い控えなどがありましてやはりなかなかそこが 大きな要因となりまして今現在ですね約半減しているとでなかなかここが回復していない状況になっているというような状況でございますえー、次お願いいたしますえー、こうした中におきまして、えー、やはりこの国のですね緑の食料システム戦略が策定されたということで、えー、地域の中でもやはりその有機農業をはじめとする環境の安い農業の高まりやっぱりオーガニックビレッジを目指すべきじゃないかというような声も たくさん上がってまいりまして、えー、市といたしましてもやはりこの環境に優しい農業の復興創生に向けた取り組みを検討しようということで、えー、令和5年度からです、ね、本市のです、ね、環境に優しい農業の推進母体である喜多方市環境に優しい農業推進協議会というものがもともとあったわけなんですけれどもこちらにおきまして、えー、計画の策定あと実施に向けた実践というものを進めることとしたところであります、えー、次お願いいたします。 えまずその喜多方市有機農業実施協議局の策定につきましてはえまずはですね市内すべての有機農業者環境保全型農業直接支払い交付金取り組み団体の現状を分析しさらには県内外の実施者のニーズ調査等を実施した上でその調査結果やえ福島大学食農学類というのが今ありますけどもそちらのアドバイスを受けながら有機農業実施計画の 目標や取りり組みについいいいいいてて検討を行いたたいたとととうここでで進めてきたところであまますす次をお願いいたします、えー、その中におきまして生産者側の聞き取りによる結果といいましてまず農業経営上の課題としてはやはり販路の確保が難しいというのが最も多くてですね、えー、その次はやはり栽培管理が手間である被災コストが高い人手が足りない収量が上がらない等々の課題として挙げられたところであります。 次です、ね、有機農業の推進に向けた必要な取り組みというものも、えー、聞き取りを行っておりますけど、えー、その中でやはり販売先の確保というのが最も多くさらには栽培技術の普及の指導の充実消費者の実術者の理解の促進労働者の確保省,省力低高速化につながる機械施設の導入支援というものが意見として挙げられたところであります。次お願いいたた。しします。えー、そうした か聞き取り結果や、えー、会議の課題をまとめた中で、まず生産段階のといたしましては、後継者、に相手の確保、栽培技術の向上、有機農産物の生産の効率化と拡大、雑草対策、描画中収、収穫作業、出荷準備等の省力化、労働の確保。 生産資第のコストの低減というのは課題が挙げられたわけでありましてそれに課題解決に向けた取り組みといたしましてはまず1つ目に有機農業の担い手確保と育成といたしまして新たな担い手の確保のための支援さらには有機農業栽培技術の向上のための支援ということでこちらについては有機ジャス なり特際認証の取得のためのセミナーの開催なり、えー、費用面での支援というものが県でも行っておりますのでそうしたものを活用しながら支援したいというものであったり県としな連携しながらセミナーの開催や栽培周りの作成個別指導をしていきたいということで、えー、本,本県におきましては福島県におきまして、えー 県の農業センターというのもあるんですけども、そこの中で有機農業推進室というものをそもそもですね、震災前から作成して有機農業をもう強く推進しようということで進めておりますので、まあ、それらの関係機関と連携しながら、えー、技術指導等を進めたいという,いうふうにしているところであります。えー、次ののののですね、有機農農業業、生産者、加工場のための取りり組みにつきましては、えー、やっぱりスマート農業省力化技術の 導入のための支援ということで、えー、こちらについてはやはり国県が行う機械の補助の導入の情報提供なり、まあ、市の方でもですね、えー、市独自で支援の施策というものも講じておりますけれども、まあ、そんなのも講じながら実施、えー、を支援をしていきたいというふうにしております、えー、また有機資源活用の促進につきましては対比、えー、生産者パンフ 肥生産者パンフの配布というもので、えー、こういったものについてはこういうものを作ってです、ねえー、有機資源の活用を進めたいというふうにしております。えー、さらにです、ね、土壌診断に基づく土づくりを推進するため、土壌位検定の取得支援というものをしていきたいと、えー、後ほど詳細についてはご説明したいと思います。えー、また消費加工消流通加工消費の につきましてはやはり実質者ニーズの把握携帯規模に応じた販路の選択生産者と販,販売実質者の関係性の構築、まあ、消費者と消費者の有機農産物への理解の醸成などの,などの課題として挙げられたところでありますので、まあ、これらを課題解決に向けてということで有機農産物の販路の確保、えー、としまして実質者とのマッチングの支援 その次に多様な販売チャンネルの創始ということで EC サイトということで EC サイトのセミナーを開催するということで現在進めているところであります。えー、また2つ目として有機農産物の消費者理解の醸成としましてはやはり市内外にですね有機農産物を知ってもらうということでマルシェなりですね市内でのマルシェの開催やイベント 県外の友好都市でな,どでですなどのイベントでの開催、出展というものを進めているところであります。えー、さらにです、ね、田んぼの生き物調査の実施ということで地域の子どもを対象にやはりそのこ化学肥料や農薬を減らして作ることによってこれだけ生き物が増えるんだなというものを実感してもらうということも大事でありますのでこうした取り組みを継続的にしていきたいというふうに考えております。えーまた 学校給食等での有機農産物の活用につきましても、えー、今現在教育委員会の学校給食におきましても健康で笑顔にあふれ世界に自慢できる学校給食というものを基本方針の目標として掲げておりまして、えー、今年度のですね4月から今までですと一部特彩を使っておったんですけどもあとは観光栽培であったということで4月からはですねすべて特別栽培前に切り替えまして で国の事業を使いまして今回は12月,が12月8日が有機農業の日にちなんで,です、ね、12月の1ヶ月間有機栽培米、まあ、有機ジャスマイをです、ね、給食に取り入れることにいたしましてそうしたことでこの有機農産物について考えてもらうということで今進めているところであります。こちらについてはやはやり年大体 1>, ですね、1ヶ月で3.2トンくらい使うということで、だいたい面積にしまして 70R くらいあればいいということで、まあ、予算的にはです、ね、特採と有機の差分ですね、約90万を一応経費として見ている状況であります。えー、さらにはですね、SNS やホームページ等を活用した情報の発信と。 さらには温室効果ガス削減の見える化の取り組みというものを進めることで考えているところでございます次お願いいたしますその中で新たな似合い手の確保のためのという研修機関の活用ということでやはり新たな人材増えていかないと有機農業も増えていかないということが当然ございますので収納準備資金が を使えるためには県が認めた収納研修機関というものが必要になってまいりますのでこれがですね今現在市内では9つの研修機関がございましてその中でも有機農業の研修機関としてというのを一つ設けまして県内では4つあるわけなんですけどもそのうちの1つということで。 またもう一つ目は土壌医検定の取得支援ということでまあ生産コストがかなり上がってきているということでやはり土壌診断に基づく土づくりまあやっぱり有機農業をやるためには土が基本だということがございますのでこれらを指導支援していただける人づくりということで 日本土壌協会のほうで土壌医検定というものが行っておりまして、えー、こちらのです、ね、1級が土壌医ということで、まあ、5年以上の指導実績が必要になるわけなんですがそういった方やあと2級で作りくりマスターという方で土壌診断できるレベルの方というものが試験としてあと3級というものもある,あるわけなんですがこうしたものを、えー、環境保全型農業の取り組み者や JA 職員などに取っていただくと。 いうことでこれらの経費については国の事業を使って支援をしたいというふうに思っているところでございます。えー、さらにですね、消費加工あ流通加工消費の取り組みとして、まあ、国の方でもですね農水省の方でも令和6年3月から農産物環境負荷低減の見える化の取り組みというものを今、進めておりますが、えー、こちらもですねネット上ですべ、えー、て自分で できることにはなってるんですがなかなかです、ね、あの農家70代の方が多い中で、えー、なかなか自分,自分でやるのはちょっと難しいのかなということがありましたのでこれらの講習会をしたり支援サポートをするということで、まあ、こうしたことを通じてです、ね、消費者が地球環境に優しい配慮した農産物を選択でき,できる環境を整えたいということで、えー、進めているところであります。 えー、次お願いいたします、えー、本紙はです、ねまあ、有機農業を実施計画で方針と目標ということでやはり観光栽培からいきなりです、ね、その有機農業というものにこう発展するのはなかなか難しいだろうというふうに思いますのでまずはですね、その,官直の対象となる取り組みへの転換を進めるそして有機農業にステップアップすると。 いうような方での考え方で関係機関と団体と連携しなの誘導や支援を図りたいと考えておりまして目標につきましてはその完熟の取り組み面積をまず1000ヘクタールまでに拡大するということでこれ農地面積が約12%にあたりますけれどもその次お願いいたしますさらにあと4つのですね5つの目標値を掲げてですねえ取り組みを進めていきたいということで今 進めていいいいるところでござまますす、えー、次お願いいたします、えー、私のほうでは、まあ、令和6年の5月にオーガニックビリッジ宣言を行いましたが、えー、一応、目標とし考え方としましては、生産者、消費者、地図者と力を合わせて有機農業の取り組み,を取り組みの復興・創生を着実に進めて、カーボンニュートラルの実現を目指すということで進めているところであります。 をいたします。え、こんな中身でございますが、ご清聴ありがとうございます。なお、令和5年度にですね。行ったとこ取り組みについては、この内容の通りでございます。以上であります。ご清聴ありがとうございました。